ポーリーン・ベッツとして知られた、ポーリーン・メイ・ベッツ・アディ、ポーリーン・メイ・ベッツ・アディ、1919年8月6日から2011年5月31日は、アメリカ合衆国オハイオ州デートン出身の女子テニス選手。第二次世界大戦をまたぐ1940年代に、アメリカを代表する女子選手として活躍し、全米選手権で大会3連覇を含む4勝。 ウィンブルドン選手権で終戦直後の1946年に優勝した。彼女のテニスは波外れたスピードの微妙な動きを大きな特徴とした。ベッツは少女時代をロサンゼルスで過ごし、1939年に全米女子テニスランキングで初のトップ10に入った。この年に第二次世界大戦が勃発し、全米選手権を除くテニス4大大会は、 開催が中止されたが、全米選手権だけは、戦時中も続行された。ベッツは、戦時中の全米選手権で、1941年から1946年まで、女子シングルス決勝に6年連続進出を果たし、そのうち1941年と1945年を、除く4度の優勝を成し遂げた。2度の準優勝は、どちらも、 サラポールフリークックに敗れている。1942年と1943年はルイーズ・ブラフ、1944年はマーガレット・オズボーンを破り、ここで大会3連覇があった。女子ダブルスでは、ベッツは1941年から1945年まで5年連続の準優勝があり、決勝でオズボーンのペアに5連敗を喫した。ベッツのパートナーは、 1941年だけはドロシー・バンディと組んだが、1942年から1945年まではドリソハートと組んだ。オズボーンも1941年だけはサラ・ポール・フリー・クックと組み、1942年からはルイーズ・ブラフと組むようになった。オズボーンとブラフは全米選手権の女子ダブルスで1950年まで9連覇を達成した。 1945年に第二次世界大戦が終結し、テニス四大大会も1946年から開催が再開された。終戦直後の四大大会で最も顕著な活躍を見せた女子選手はこのポーリーンベッツである。ベッツは全仏選手権で女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてで決勝に進み、 バッジパティと組んだ混合ダブルスで優勝したが、女子シングルスと女子ダブルスの2部門では、マーガレット・オズボーンに敗れた。オズボーンとブラフのダブルスは、全仏選手権でも、ベッツドリースハート組の壁として立ちはだかった。続く、ウィンブルドン選手権で、ポーリーン・ベッツは、終戦後初の女子シングルス優勝者になり、決勝でダブルスの宿敵ルイーズ・ブラフを6から2、 6から4で破って初優勝を飾った。ハートと組んだダブルスでは、全仏に続いて、オズボーガンドブラフ組に連敗する。全米選手権決勝では、パトリシア・トットに11から9、6から3で競り勝ち、2年ぶり4度目の優勝を果たす。こうしてベッツは、1946年度の4、大大会で、3大会連続決勝に進出した。 全米選手権の女子シングルス6年連続決勝進出は今なお大会最多記録として残っている。しかし、ベッツは1947年にプロ宣言をしたことにより全米テニス協会のルールによるアマチュア選手資格を失い、それ以後の四大大会に出場できなくなった。当時は女子選手のためのプロテニスツアーがなく、 ベッツは設立の可能性を探ろうとしていた。その後、ベッツはテニスのティーチングプロになり、スポーツライターのボブアディーと結婚した。1965年に国際テニス伝道入り。90歳を過ぎてからもベッツはテニスのクラブリーグで元気なおばあちゃんとしてプレーを続けていたという。2011年5月31日に死去。91歳没。 ありがとうございます。